セーブ完了。冷やしてるんだ。いいのいいの、流星はそこで待ってて。もっと飲む？いろいろあるよ。オレンジ、グレープフルーツ、あとチェリー。はい、どうぞ。得意じゃないよ。ただ流星のために一生懸命頑張っただけ。このお料理だって全部レシピ通りに作っただけだもん。慌てて図書館に行ってお料理の本をたくさん読んで、それでお買い物行って材料買ってきて、これは全部ナナミの手作りっていうほど手作りじゃないの。でも、よりも素敵なお料理が作りたかったの。ほら、お昼に中庭で会った女の子たち、流星を誘ってたでしょ？クリスマスディナーを作るって。流星。
何してるかと思えば二人して、うん、何してるの？ユキノンには合鍵渡しておいたから、好きな時に入っていいよってことで。ねえ、ユキノン。ユキノンっていつも寝ちゃうんだから。夏休みも冬休みもいつも学校に残ってるよ。うん、パパもママも仕事で忙しいから実家に戻っても会えないし、ずっと一人だし、だったらここで誰かと一緒にいた方がいいでしょ。Thank you.
お互い好き同士なんだから緊張するのは当たり前だよね。うん、仕方ないんだもん。流星と一緒にいるとドキドキしちゃうんだもん。変な子って思われたくないなとか、流星にふさわしい女の子でいなくちゃとか、いろいろ考えちゃうんだもん。だから緊張しちゃうの。でもね、いつもドキドキして心が疲れるけど、それでも流星と一緒にいるのすごい好き。変だよね、流星の言葉や仕草にいちいち喜んだり、はたまた憂鬱になったりするのに。それでもね、流星といつでもどこでも一緒にいたいって思うの。寝る時間も食べる時間も全部我慢してでも流星と一緒にいたいって思っちゃう。今まで恋とかよくわからなかったけど、こういう気持ちが恋してるってことなのかな。すごい好き、流星。好きだよ、流星。めちゃめちゃ好き。どうして今まで気づかなかったのかな。こんなに好きだってことに。どうしたの、流星。
何杯もおかわりするものでしょ。わんこそばじゃないそれ。え、そうだっけ。まあおそばはおそばだからさ。でもいくらなんでも食べ過ぎじゃない。違うの。みんなで食べると美味しいからいっぱい食べちゃうんだよ。ななみが食いしん坊なわけじゃないって。でもそんなに食べたらさすがに太っちゃわない。大丈夫大丈夫、ななみいくら食べても太らない体質だし。うらやましい。どうすればその体質になれるの。なんだろう。
ダイエットです。流星にふさわしい女の子になりたいんだよ。だからダイエットするの。太った女の子は流星には似合わないもん。
私もいろいろ方法を考えたけど、でもやっぱりナナミが美味しそうにご飯を食べてる姿が一番好きよ。えへへ。全部にたくさんネギをかけることかな。ほら、ナナミってネギが大の苦手でしょ。だからネギが入った食べ物ならいくらナナミでも食べられないんじゃないかなって思って。それは。鏑木さん、悪いんだけどちょっとレッスン室まで行ってくれない？譜面を忘れてきてしまったの。それを取ってきてほしいんだけど。机の上に A4 サイズのバインダーがあるはずよ。お願いね。ちょっと大きな声出さないで。
それって…だってさ、途中から教室に入ったら先生に絶対怒られるでしょ。その上遅刻なんて絶対に怒られるよ。ここなら、いいよね。うん、多分。サボってるってバレたらまずいもん。気持ちいい？
これ、なんとかしてよ。